皆様ごきげんよう今週のご公室高清水優子です今週27日の火曜日安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀が行われまして皇族方も参列されましたまずはこちらの新聞記事をご覧いただきます戦後に内閣が関わった首相経験者の葬儀今回の安倍氏を含めて12であります いずれも皇族方が参列され、天皇皇后両陛下は使者を派遣しています。参列する皇族の筆頭は、皇位継承順位地位の皇太子や皇嗣の礼が多く、今回も皇嗣の秋篠宮殿下が出席されています。そしてこれまでの首相経験者の葬儀と皇族方の参列につきましては、この左下の表でまとめているんですが、昭和、平成、 令和とこのようになっていますそしてその翌日になりますけれども天皇陛下がそちらに参列しました海外の元首らと会見が行われていますこちらの新聞記事もご覧いただきます天皇陛下は28日皇居宮殿竹の間で安倍晋三元首相の国葬儀参列のため来日した 七カ国の現地だと会見し、握手を交わされています。今回、会見された皆様はこちらに紹介されています。このように、多くの皆さんが安倍元総理のことをしたい。そして、また、あの周辺には、国技館の周辺には、大きな一般見花の列もできていました。今回の国葬儀を拝見していて、改めて感じましたのは？ まあそれだけ多くの人たちに愛されていた人なんだなということです改めましてご冥福をご記念申し上げたいと思いますそして今日のこの時間もう一つメインの話題はこちらですまずは新聞記事からご覧いただきましょう久仁殿下が伊勢の神宮を参拝されます宮内庁によりますと今回は私的なご訪問で参拝は2013年 平成25年の3月以来となります。まあ、今回はですねお休みを利用されての私的なご訪問ということなんですが、伊勢の神宮を参拝されるということはとても素晴らしいことだなというふうに思っています。あの伊勢神宮平成の25年に式年遷宮が行われました。20年ごとにすべてこう。 あのご神宝も含めて新しくされそして神様に新しい社にお移りいただくという行事なんですけれどもそれ以来の久人殿下参拝となります今日ですね実はこの平成25年の式年戦宮この時は第62回だったんですけれどもその時に出された冊子を持ってまいりました伊勢の神宮についてとてもわかりやすく紹介されているので改めて伊勢の神宮どのようなところなのかというのをこちらの資料を 元にご紹介していきたいと思いますまずですねこちら一ページ目を開けますととても綺麗な風景が広がっていますけれども伊勢の神宮とはというところをですねちょっと読みたいと思いますのでお聞きいただきますではちょっと失礼いたします、えー、伊勢神宮とはお伊勢さん大神宮さん とも言われる三重県の伊勢神宮は、皇太神宮と豊受大神宮を中心とする日本で最も尊い神社です。皇太神宮は内宮とも呼ばれ、皇室のご祖先であり、日本人の総氏神でもあるアマテラス大神をお祭りしています。豊受大神宮は月宮とも呼ばれ。 アマテラス大神のお食事を司る豊受の狼をお祭りしています日本人の主食であるお米をはじめ衣食住の恵みを与えてくださる産業の守護神でもありますというふうに紹介をされているんですそしてもう一つこの伊勢の神宮でのお祭りなんですが年間数多くのお祭りが行われているんです そこでこちらもどのようなお祭りが行われているのかというところ朗読してご説明をしたいと思いますでは失礼いたします神宮のお祭りは天皇陛下の祭祀です皇居で歴代天皇様によってお祭りされていた天照テラ大神を約2000年前に伊勢の地にお祭りして以来神宮では天皇陛下の大御心のもと 皇室の平安と国家の繁栄国民の幸福を祈る年間千数百人も及ぶお祭りが続けられています神宮のお祭りは毎年行われる10月の神奈祭こちらは10月17日ですそれから6月12月の月並み祭など高齢祭皇室国家神宮の重大地に臨んで行われる 臨時祭20年に一度大神様に新しいお宮にお移りいただく千宮祭に分けられますがこれらのお祭りの中で最も重要なお祭りが式年遷宮ですということで貴重な写真や絵も含めて紹介がされています。 そして今回ですね、久、えー、しと新郎殿下がこの伊勢の神宮を参拝されるということはとても大きな意味があるというふうに思っています、えー。あ、その前に大事なお話をする前にちょっと懐かしい一冊の本を持ってきたんですが、こちらちょうどですね、えー、平成の28年に発行されました写真家の稲田美織さんが発行したものなんですが、この平成28年の5月に、えー 安倍晋三元内閣総理大臣が伊勢志摩サミットでこの宇治橋をですね各国の首脳を引き連れて渡ったこの宇治橋なんです。そして伺うところによりますとこの伊勢神宮という美しい写真も含めてそして中も全部英文になってどのようなところなのかというところが紹介されているんですが。 こちらの本をですね、その時伊勢島サミットに参加した首脳の皆さんにプレゼントをしたということも伺っています。伊勢の神宮、本当にあの日本人の心のふるさとといっても過言ではない。一生に一度はお参りに訪れていただきたい伊勢の神宮ですけれども、まあそういうエピソードもあるわけです。そしてあの先ほどこちら、 第62回の神宮の式年遷宮ということを申し上げましたけれども平成25年に行われましたが実はこの式年遷宮に向けましてはその式年遷宮が行われる10年近く前8年前からいろいろな行事があってその年に向けて準備が行われるんです。 ですからこの時から20年後ということになりますと平成25年から20年後は平成でいうと平成45年ですが令和で言いますと令和15年なんです。そしてこの令和15年の今度は第63回式年遷宮に向けて準備を始めるのがその8年前ということで計算しますと令和7年からいろいろな準備行事がこの令和 15年に行われる63回目の式年宣言に向けて、えー、こう準備が行われていくということになります令和7年と言いますともうなんかすぐそこという感じが皆様しませんか今年は令和4年ですからこれから3年後ということになります久人親王殿下は来年再来年18歳をお迎えになりまして今年の4月から18歳からがご青年です つまり悠仁親王殿下がご青年をお迎えになった翌年から次の式年遷宮の準備が行われるという流れになっています何か遠いあの未来のような気がしていたんですが実はもうすぐそこまで来ているということを考えますと今回ですね悠仁親王殿下が単独でこれも初めてですが伊勢の神宮にお参りをされるということは本当に大きな意味があることです。まあ 一部のメディアではやっぱりあのこう順番を考えると天皇皇后両陛下の敦之宮殿下がまだ伊勢の神宮を参拝される前においでになるのはいかがなものかという方がいますけれどもそういういいことでではないんですやはり皇位継承順位をお持ちになっている悠仁殿下がおいでになる。 そしてまた10月1日には天皇皇后両陛下が本当に久しぶりに日帰りではありますけれども地方でのご公務を再開されるその日にですねまあ日本の総氏神そして皇室の祖先でありますこの神宮を参拝されるということは本当に素晴らしいことではないかなと私は思っています。 ですからいろいろな雑音は聞こえてきますけれども悠仁親王殿下は心穏やかに伊勢の地を訪れていただきたいなということを心からご記念申し上げたいと思いますそしてまた10月1日の現地での様子につきましてはまた来週以降お伝えできるかなと思っていますので皆様どうぞ楽しみにお待ちくださいませ。以上今週のご講室でした